ですかね。はい、こんばんは、菅野由依です。そして、西もなかです。はい、ということで始まりました、はい、第6回目です。ラルムがミクチャでお届けする配信番組、ラルムチャンネル。私はもう3回目なんですが、しかもちょっとね、先週も来たばかりなんか私ばっか来てごめんなさいまた来ちゃいましたが、モナちゃんは初。そうなんです。なんかゆいちゃんがやってるっていうのは、ゆいちゃんがやってる、私だけじゃないんだけどなんかやりがちだよね、ごめん。なんか、はい、そして今日はまあいろいろ喋っていくんですが、まずなんかモナちゃん最近買ったものとかありますか。最近買ったもの、水着。早い、もう水着買ってるの。ファッショニスタ違うわ。どう、最近なんか春メイクとか。あ、でもなんかベースを冬ちょっとマットめにはまってて、うん、若干なんかちゃんとファンデーション塗ろうみたいな感じにしてたんだけど、うんうん、春はやっぱ薄いなんかもうチルンみたいな。へぇ、変えるんだそうのにしようと思って、ベースは結構買ってますね、うん、はい、じゃあそろそろ本題に参ります、うん、今日はね、一体何をするかというと、うん、私たちの共通点があるなということで、共通点は、自分たちで、はい、ブランド、はい、お洋服のブランドを、うん、まあ、ディレクションしてたりデザインしてたりっていうので、はい、今日はそのテーマを持ってね、そうなんです、2人で結構ね、どっぷり話していければいいかなと思ってます。なんかこうアパレルブランドをモデルの子がプロデュースするみたいな、今結構当たり前になってきたというか、うん、すごい多いけど、うん、多分その中でもだいぶガチめな2人というか、うん、そうだね、あのこうどこかの会社に属してやるとかじゃなくて、うん、本当に自分自社でやってるみたいな、うん、珍しい2人だとは思うので、そうだ、ね、うん、結構こうね、なんかこう、うん、苦労話から、まあ、こういう面白いっていうか綺麗なねお話まで、ね、うん、できればいいかなと、はい、はい、思います、ね、はい。じゃあまずは、ブランド今日ここに持ってきたんですよね、うん、私たちの、うちがクレイミーというブランドで、うん、みなちゃんが、フィクション東京っていうブランドをやっています。はい、ちょっと、うん、こう持ってきたねものについて、うん、話していきますか、うん、はい。で、私はちょっと SS がまだ今制作中でして、ちょっと持ってこれなかったので、 AW の今現在発売中のものを持ってきたんですけど、そのテーマ、はい、この今日持ってきてるアイテム、あ、今日着てるのもテーマが、ダダン、こちらモアレ、うん、はい、となっております。いつも私はテーマを先に決めて、なんかその物語を考えて、その主人公の子が着る服を作るみたいな感覚で服を作るんですけど、このモアレっていうのは、規則的なものの羅列とか秩序の先に生まれるうねりみたいな、そういうことを表していて、なんかボタンとかがこうゴールドボタンがバババババって連なってたりとか、ここも連なってたり、あとね、ベルトもこう普通は1個でいいけど2つつけたり、こう連なるっていうのがキーワードになってて。本当だ、そうなんです。なんかボタンって普通止めるものだけど、こう連なることで別の表情になるとか、なんかこの違う意味になる、違う正解になるみたいなものをテーマにしていて、で、一個ずつじゃあ紹介していくと、パンツも、あ、そう、これも、あ、そう、パンツも、ね、ダダダダダ、うん、これとかも作ってる時、もうこれ一個減らせないですかねとか、あのコストがかかるから、うんうんうん、とか言われながら、いや、これは5個じゃないとダメなんですみたいな、そういう戦いをしながら作ってます、うん、はい。じゃあまずスカートからいこうかな。で、このスカートはこうアシンメトリーのこの下がこうプリーツがアシメになるスカートで、ウエストの部分が超ハイウエストで、本当だ、そう、なんかプレゼントみたいになる、かわいいスカートですね。なん
かこれ春とかに T シャツとかと合わせても可愛いなと思って今も売ってるのでよかったらどうぞ。はい、そしてこれすごい今季人気だったワンピースで、可愛い、そうなんかちょっと戦隊ものとかフィギュアっぽい感じのそう、これもファー、これも取り外し可能でウエストは基本超スーパーハイウエスト、これも連なってます。ここが窓開き、通称ファンの子の間ではあざとワンピと呼ばれているワンピースで、これを着てると男子からの褒められ率がすごいらしい私もこれをイベントで着たらすごいスタッフ陣、いつも何も言わないスタッフ陣がこの服可愛いですねみたいな、すごいやっぱ分かりやすいんだな男の人ってみたいな風に思ったモテワンピです。はい、でもう一個がこれはミューズワンピっていう名前で、なんかその日を特別の日にするためのワンピースみたいなテーマで作って、こうとろみのある生地でちょっとチャイナっぽいヌードがありつつ、タラーントローンとした、ここも袖もかなり長めに作ってて、なんかこう華奢感とこうトロンとしたなんていうかアンニュイな雰囲気が出るように作ったワンピースです。はい、でラストがこれが今季一番私は自信作のライダースコートで、かわいい、嬉しい、これファーの色もさ絶妙で嬉しい、ファーの色も嬉しいそうなんです、このピンクファーにちょっと赤茶っぽい、あ、そう、赤茶っぽいファーをつけてて、このライダースの形をモチーフにちょっとビッグサイズで肩抜いて着るような感じで、ベルトが2つついてて、あ、後ろもそうなんです、そう、ここも連なるっていう、これ私ほぼ毎日くらい今季着てためちゃくちゃお気に入りのアウターですね。はい、こんな感じです、うちのコレクションは春はどういう感じのイメージ？春は今作ってるんだけど、うん、なんかテーマ的には自分的に今トライバルと海、ワントーンっていうのが自分の中で来てて、うん、なんでその要素を入れてますね。なんか音楽とかで最近ちょっと民族っぽいというかこのリズムを重視したものみたいなのをすごいよく聞いてて、うん、だからそれトライバル感ちょっと入れたいなって思って、うん、まあ、ガーリーではあるんだけどその中にちょっと様子入れたり、あと今までリゾートに行ったことがなかったんだけど、どういうことなんか謎のストイック精神で、うん、なんか街に行って文化を吸収しなきゃみたいな気持ちがすごくて、うん、あのいつも海外旅行街にばっかり行ってたんだけど、あ、のんびりとかもったいないみたいな、そう、何もしないとかできないみたいなで、それを初めて去年リゾートに行ってみたら、うん、何もしないってなんて素晴らしいんだろうって、そう気づいて、うん、なんかそれでこういうところで着る服とかを作れたらいいなみたいな感覚が初めて生まれて、だからそう海とかに着ていけるようなちょっとリゾート感も入れたもの初めて作ったかもしれないっていうのと、あとワントーンが今年は可愛いなと思ってるんで、結構白オールホワイトとかホワイトのグラデーションとかそういうのを今やっております。お楽しみにはいって感じですね私は。はい、私じゃあ、モナちゃん、いいですかね、お願いします。私は、今回持ってきたのが、もうすぐ発売する春夏のお洋服、うん、テーマがすっごい見づらいけどエデンエデンっていうテーマで、一応ここの、まあ、ちょっと今日着てるのも含め3個、この前の去年の9月にロンドンでファッションショー、うん、やったんですけど、うん、その時にこうファッションショーのテーマ自体もエデンっていう、なんか創世紀の楽園をイメージして、なんかこうアダムとイブがあの動物たちと一緒にこうノアの箱舟に乗るみたいな、うん、こうちょっとそういうなんかアニマル柄、これゼブラ柄のこういう
モナちゃんゼブラ最近着てるイメージある。ゼブラとか、まあ、パイソン柄もそうなんだけど、うん、結構こういうなんか派手めな、うんうんうん、これはちなみにあのレオパード柄も、あ、こっちレオパード柄もありまして、ワイドめなパンツ、これ結構展示会でも人気で、かわいい、こういうのを作ってみたり、楽そう、そう、すごい楽だし、ね、おすすめで、これは、まあ、トップスですごいパフがものすごい大きさになるショート丈のトップスで、これはまあエデンというテーマにちなんで、アニマル柄もそうだし、今季はこういうバラだったりそういうお花のモチーフのアイテムが多くて、うんうん、そういうものを作ったりしました。で、販売はでも3月半ばから下旬ぐらいで、でこれがスプリングコート、このコートは生地がなんかこうちょっとレインコート調の、本当だ、でこれはもうファッションショーにもう絶対持ってきたいって言って作ったんですけど、ちょっと縫うのに丸1日かかるということで生地が全然縫えないから、これはもうやめてくださいってあのお願いされて、ちょっと実際の商品はあのトレンチっぽい生地で作ってるんですけど、デザインも一緒で生地だけ変わるって、そうそうそう、でなんか結構ねあのスプリングのコートなんですけど、まあこの生地が本当は良かったなと思って今日持ってきたんですけど、あるよねそういうこと、今日のこのお洋服、今日のお洋服ワンピースで、これは3色あって、今一番長いだけちょっと靴をね変なの合わせてきちゃったんですけど、映さないで靴そう、なんかこの丈からここのゴムでこう調整できて、これぐらいミニ丈にも、ミドルとロングと、なんでこうなんかシーンに合わせて今日はちょっとミニで行こうとか合わせられるようなワンピースです。まあそんな感じです。はい、はい、じゃあこんな感じでね、私たちはブランドを、うん、プロデュースしているわけですけど、うん、まあ、どんなきっかけでブランドを始めることになったのみたいな質問が結構もらうので、うん、その辺の話をしていこうかなと思うんですが、むなちゃんはどういうきっかけでブランドを始めたの？私は、結構前からお洋服のブランドやりたいって思ってて、ただなんかその当時ってマークスタイラーがちょっとこうなんて言うんだろう、こうね当時のインフルエンサーじゃないけど、そういうなんかこう影響力のある人をこう立ててブランド作るみたいなのが始まったぐらいの時代、マークスタイラーエモだとかムルーアとかマーキュリーとか、そうその辺のそういう感じで、まあ、アミアヤちゃんとかもジュエリーとかやってたりとかしていいなとは思ってたけど、やっぱりなんかこうねそんなブランド出したいって言って OK っていうような感じの話でもないし、まずなんか自分でできることからって言ってアクセサリーブランドを、あの始めて、で自分で、そう、でその時今って結構ベースとかなんか使ってる人多いけど、うんうんうん、なんかベースっていうなんかサイトっていうかこうサービスが結構始まったばっかりの時に自分でオンラインショップ作れるだっていうのを知って、でなんか自分でこう問屋街とか行ってなんかこうオリジナルのものを切り出してもらったりとかして、アクセブランドを自分でやって1年か1年半ぐらいやってから、うんうん、前のブランド、今フィクション東京の前フォーリンっていうブランド、そうやってたんだけど、そこの会社の社長さんに、うん、私のブランド結構こんぐらい売れるんですよみたいなすごい実績作ってから持ってったんだ、そうそうそう、すごい、いや絶対売れると思うんですよねみたいなプレゼン、まあ、プレゼンして、うん、じゃあちょっと やるみたいな感じでブランド作ってもらって、ただなんかこうブランド作ってやり方とかもよく分かんないじゃん、うん、最初って、うんうん、どういう過程でできるのかも分からないし、うんうん、まあ、そこでなんかたくさんまあ勉強とかさせてもらったんだけど、うんうん、やっぱなんか大きい会社にいると全部が全部自分の思ったと
通りにはそうだねそう行かないし会社の思惑というのもあるからそうそうそうなんかこういうのやりたいってなったらじゃあ倫理がとか、うんうんうん、やっぱそういうこう葛藤とかあとファッションショー海外でやりたかったからまあそういう予算感とかも、うんうん、まあ人のお金でねやらせていただくってなると、うん、あんまりこうわがままも言えないっていうのであの 3回くらいこう1年を繰り3年ぐらいかな、うんうん、3シーズンなんかやったんだけど大体3なんとかをやって自分でもうやろうこれはって決めて自分で会社作ってで自分のブランドをそこから出すって感じでフィクション東京が生まれたという経緯です。いやすごいバイタリティがすごいもなちゃんすごいビジネス脳がすごいあるよね。そうかなでも多分そのお金のこととか下手だから、うん、なんかそこら辺はねやっぱこうちょっといろいろ勉強しながらでもやっぱ自分が好きな風にものづくりできるっていうのは、うんうん、あとお客さんがもっと近く感じられるから作ったものの反響とかも身に染みて分かるし、うんうん、いいなって思った感じで今のフィクション東京なんですけどゆいちゃんもまたさちょっとさ変わってるよね。私はそうだねもう今年9年目なんですけど、うん、私は長いそうなんか当時そういうモデルでブランドやってるみたいな人がほぼいなくって、ね、なんかさだまゆみさんとかりんかさんとかがアクセブランドちょっとやってるくらいな感じだったんだけど、うんうんうん、一番最初なんかコラボでジュエリー作りませんかみたいな話をもらってでなんかお話を聞いてたらそのセレクトありものからセレクトしてやりたいって言われて、うん嫌だなって思って、うん、それってなんか自分のブランドじゃないから、うん、ゼロから作れませんかって言ったらそうすると結構コストがかかるから値段こんくらいになりますっていうのが結構こう自分のファン層の子10代が多かったから、うん、ちょっとその子たちにこの値段買わせられないなみたいな値段だったの、うん、結構高くて、うん、だからうんどうしようって思った時にその時セレクトショップやってる人がいなかったから、うんちょっと私バイヤーやるんでセレクトショップやりませんかっていう逆提案して海外に買い付けに行ってそのアクセサリーを売るところから始めて、うん、そこで資金が貯まったらオリジナルを作ろうみたいな提案をしたらいいですねみたいになって、うんうんうん、まずはそういうバイイングセレクトのバイイングから始めてそうなのそうそれでそこからでもやっぱやってるとオリジナル作りたいっていう気持ちがすごい溢れて、うんあの次のシーズンから服作りたいですみたいに言って、うん、でそこから服を作り始めた感じなんだけど、うん、でも会社はもうその時とは違っていてその時はその話をくれた会社の方とやってたんだけどもう服を作るタイミングで自社でやろうみたいな、うん、もなちゃんと同じような理由でやっぱ自由に純度高くやりたいって思った時にやっぱそういうお金のこととか絡んでくると、うん、なんか濁る気がして、うん、純粋の象徴みたいにブランドをしたかったから、うん、よしここは頑張ってもう自給自足みたいな感じで自分で産み自分でそれをお金に変えてっていう仕組みを作ろうと思って、うん、自社に今を変えてやってるっていう感じだね。だからなんか一緒だねもともとアクセでみたいな、うんうん、そうだ ね, ね本当だねそうだったんだって感じがなんかやっぱやり始めると欲しいもの決まってて、うん、こういうの作りたいって思ってるのにそれを選ばなきゃいけないから、うんうんうん、ちょっと違うんだよなっていうこうなんか葛藤が生まれてやっぱ自分でやりたいってなるよね、うん、やっぱねなんか自分でゼロから作った方が人に勧めるときにもう超自信持ってこれ最高だから来てみたいな、うん、なんか言えるじゃん、うんうんうん、だからなんかセレクトもまあもちろん素晴らしいと思うんだけどセレクトショップのでもなんかやっぱり人が作ったものを自分が選んだっていうのってこう音楽でいう DJ みたいなものって、うん、よりやっぱ自分で作詞作曲した曲の方が愛情って深いみたいな、うん、だからやっぱゼロからの方が楽しいよね、うん、大変だけど、うん、とても大変だけど、うん、って感じで、まあ、ブランドをねやるって言っても実際どんな仕事してるのって思う人も
多いと思うので、なんかその辺の話をしていこうと思うんですが、うん、デザイン自分でしてるんですかみたいなコメントも来てるんですが、多分私たちは 全アイテム自分で自分でやってます。そう、なんかブランドによっては結構そう会社に属してるかとかは、デザイナーさんがいてそのプロデューサーと話し合ってデザイナーさんがこう型を書いていってみたいなところが多分ほとんどだと思うんだけど、私たちはなんせ自社のため自分でもうラフから書いてみたいな感じ でデザインはなんかどんな風に考えてますかみたいなアイディア。へえ、結構なんだろう、でもなんかこう映画見たりとか、うんうん、まあどっか行ったりとかした時に、うんうん、どうやって考えてんだろう、なんとなくだよね、なんとなくっていうかやっぱこういうの気になるっていうのから、自分が好きなシルエットだったり、うんうんうん、なんか可愛いなって思うものとかをこう考えていくぐらいじゃない。うん、あと最近思ったのがなんか見間違い、見間違いが私デザインになることめっちゃ多いなって気づいたことなんかこうふわーって何かを見てて、なんか本当はそれじゃないんだけど違うものに見えて、えなんかあれ可愛いって思ってて、よく見たら違うんだけど、なんかそこからインスピレーションを得てなんか描けることがすごい多くて、なんかなんか世界をふわって見てるとなんかいっぱい入ってくるなみたいな。なんか今までブランド9年やってたじゃん、うん、一番これもう本当に大変だったみたいな。えめちゃくちゃあるけど、もう本当につらかったのは50型くらいもう全部絵描いて、うん、仕様書も書いてサンプルも出したりしてたのが、もう販売直前でダメになったことがあって、あその時なんか私聞いたかも、言ったかも、うん、そうで、え嘘でしょみたいな。それは地獄でしたね。そうだからそれはなんか違う会社でなんかお話をいただいてた別の会社でちょっとやってみようかなって思ったタイミングで、いやこれすごいガチの話してる、ミクチャでめっちゃガチの話してるけど大丈夫かなそうなんかそうやってやって大きくやってみようみたいに思ってやっていたところ、ちょっとなんかトラブルというかすごく不条理というかなことでダメになったことがあって、本当にそんな自分が半年間、うん、全部注いできたものが生まれる直前でゼロになったみたいな、うん、いやでも本当にこんなことがあるんだっていうくらい、なんか自分の子供みたいな感覚じゃんやっぱ作るのって。で本当に落ち込んだけど、でもこの落ち込みをなんとかするにはこうやって塞ぎ込むんじゃなくて、また次を作ることでしか解消されないって思ったから、書こうって思って、もう次のシーズン書いて、まあ、超落ち込んだけど、うん、そうやって立ち直ったかなって感じ。それは結局こうその会社じゃなくなって、うん、また出した、えもう全部ドロップ、全部ドロップなの、なんかもう信じられないじゃん。サンプル代とかどうなっちゃうの、それどうなったんだっけな。ふなちゃんはなんか大変だったこと、まあ お金の面でなんかやっぱりこう買ってくれる人が払え、うん、得る額で物を作りたいっていうのがやっぱ根底にあるから、うんうんうん、ハイブランドみたく、うん、なんかもうめっちゃいいもん使って、うん、はい80万のニットみたいなことありえないじゃん、うんうん、だからやっぱその自分が作りたいものとその実際のこう作るお金とのこの駆け引きっていうか、うん、攻防戦みたいな、結構そういうところが大変かなとは思う。なんかやりたいことをちゃんとやりたいけど、うん、でもちゃんと届けるっていう作業を怠ってはいけないというか、うん、自己満じゃ意味ないから、うん、なんかそのバランスはめちゃくちゃ考えるよね。そうだからなんか安ければいいってわけじゃないし、やっぱ自分たちでやってるからこそコストも多分さかかるじゃん、うんうん、大量生産してないから、うん、だからなんかそこら辺でね、あんまりこう買えないものにもしたくないし、うんうんうん、変なものも出したくないし、うん、難しいなって。難しいんですよ、うん、
ものすごい多分ラルムチャンネル始まって以来のガチ回ですね。僕らの時代みたいになってすごい、ね、ふわっとはしてないみたいだけど、ね、そうでもなんかこう多分見せる部分ってすごい綺麗な部分を完成してからしか見せることができないから、それを見せてるけど裏では結構ね、そういろいろありつつやってるよっていうのを分かりながら、うん、なんかブランドやりたい人とか結構ね読者の子とか多いと思うから、なんか参考にしつつ、それでもやりたいって覚悟が決まったら飛び込んできてほしいなとも思うし、うん、もうガチ会とかすごいいっぱい来てますけど、なんか頑張ってるっていうわけじゃないよね、なんか、まあ、ね、基本的には好きなことやってるから、うん、なんか遊びの延長線上というか、うん、なんかだって自分の好きなもの作って好きなように写真撮って、うん、それを人が喜んでくれるってもう、うん、そんな奇跡みたいなことあるみたいな仕事をさせてもらってるなと思うから、うん、それに付属する大変さは仕方ないというご愛嬌というか、うん、もうねこのガチトークしてたら結構ないい時間になってしまいまして、はい、本当だね。そうなんだよ。で本当はちょっとみんなの質問とか読もうとか時間配分をミスって思ったんだけど、ちょっと熱く喋りすぎてしまったっていうことで、またやろう、はい、ま、う第2回を、はい、もし需要があればまだまだ話すことあるんでまた呼んでください、うん、ラルムチャンネルもうそろそろお別れのお時間になるんですけど、もなちゃん初ガルムチャンネルはどうでしたか？はい、なんか40分もどうしようってちょっとドキドキしてたんですけど、うん、なんかねこう普通に立っちゃってまたたく間に立ちましたね40分時間ちょっと足りなかったなって思うぐらいで、そうだよね、みんなにねこう面白いって思ってもらえて見てもらえてたら一番よかいいなと思うんですけど、うん、ちょっと時間がちょっと足りなすぎたということで、はい、うん、配分をミスりました、うん、熱くなりました、うん、次回はまだ決まってないけれども、決まってないです、第7回も絶対に見てください、はい、はい、ではでは、バイバーイ。